ブラウンラチェット、ブラウンラチェットは、リチャード P ・ファインマンが、物理の講義において、熱力学、第二法則を説明するために加工した、見かけ上永久機関のように見える思考実験上の装置を指して、しばし用いられる用語である。また、ファインマンの、この機構といくらかる維持の仕組みが細胞内の、イオンポンプなどで実現されていると考えられるため、それらに対しても、 ブラウンラチェットという語が使われる。ファインマンの装置の基本部分は古くからあるただのラチェット機構である。このようなラチェット機構は非対称な歯を持つ歯車、ラックをバネなどで押さえつけられた爪が支えており、一方向への回転のみを許し逆方向には回転できないようになっている。一方、これとは別に軸の周りで自由に回転できる水車の ような極めて小さな羽車を用意し、ある一様な温度の機体の中に入れたとする。羽車には分子が乱雑に衝突し、ブラウン運動として、羽車を左右に揺り動かす。この運動自体には方向性はなく、仕事をなすことができない。しかし、この羽車の軸を上舌のようなラチェットの歯車の軸と組み合わせるなら、ラチェットは一方向にしか回らないはずなので、 これは一方向への回転運動を生み出すと考えられる。回転軸に小さな重りをつけておけばこの歯車は仕事をなすことになる。一見すると、このブラウンラケチェットは温度差のないところで外部から仕事をすることもなく、ブラウン運動から一方向の運動を取り出して仕事をなすことができ、エントロピー増大速、熱力学、第二法則を破ることができるように見える。 もちろん現実にはそれは不可能であるが、それがなぜかということが問題となる。鍵となるのは、我々が日常のスケールでラチェットを考えているとき、無意識に非弾性的な部品を考えていることにある。しかし、それが意味するのは、爪と歯車の衝突の運動エネルギーが、バネや、その他の部品や、周囲の機体の熱エネルギーに変化しているということで、ある。したがって、 これらの部品は男性的なものと考えてより精密に議論しなければならない。この時にはそのままでは歯車に衝突した爪は衝突直前と同じだけの運動エネルギーを持って引かれ結局爪は歯車を支えることができない。爪の振動を止めるためには何らかの形でそのエネルギーを取り除く制動の機構が必要である。それがラチェットの周囲の機体であるとすると 気体の温度が、羽車の周囲の温度と、同じならばコは、不可能であり、ブラウンラチェットは期待したように働かないことが、明らかとなる。なお、ラチェットに関する説明は、ファインマンの教科書、ファインマン物理学、日本語版、E 巻21章に収録されている。上述の議論は逆に、もし一定の制動機構を働かせ続けるなら、激しい分子運動によりブラウン運動を受ける。 環境の下で、そのブラウン運動を利用して、上述のようなブラウンラチェットの歯車を点させ、続けることができることを意味する。上述のラチェットの歯車の歯に似たノコギリ状の、非等方的な構造を持つポテンシャル、ラチェットポテンシャルが与えられていると仮定しよう。このポテンシャルの障壁を乗り越えられない、レベルのエネルギーを持つ粒子は、片方の方向に偏った位置、例えば右にある、 極焦点の周りに捉えられる。この、ノコギリ状のポテンシャルを外部から取り除くと、爪が外された歯車のように粒子はその周りで自由に、東方性のブラウン運動を行えるようになる。再びポテンシャルをかけると粒子は、再びどこかの極焦点に捉えられるが、極焦点の位置が右に偏っているため、それが移動するときには、左よりも右に移動する確率が高くなる。 この過程を繰り返せば、正味の運動として、粒子の右向きの運動を取り出すことができる。実際これは、細胞膜上でイオン勾配に逆らって、イオンを運搬、濃度を輸送している、膜タンパクである、イオンポンプのモデルである。運搬されるイオンは、電位勾配の他に、分子衝突によるブラウン運動をなっている。一方、イオンポンプのタンパクである、 トランスポーターは、科学的に作用するエネルギーにより形が絶えず、変化して偏ったポテンシャルを作り出しては消している。これによってランダムな運動を利用しつつ、イオンポンプはイオンを勾配に逆らって運搬すると考えられている。この時の粒子の運動は、日常的なラチェット機構から想像されるものとは逆向きとなる。この他細胞内の分子モーターとして働いている。 ワクチン無用神経、チューブリン大人形、チューブリンキネ神経、動きは回転でなく、直線的などについても、同様のモデルが提出されており、このモデルと矛盾しないような知見、1回の反応による移動距離にランダム性が見られるなども得られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。